お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちら新カードゴールドナイトを使ったね、迫撃ディガーやっていきたいと思います。さあ、こちらねゴールドナイト新カードで登場したんですけども、今んところですね、まあ、僕の肌感、そしてあとはねこういろんなねツイッターとか、まあ、周りの意見で一番評価が低いですね。はい、非常にかわいそうなね黄色いおじさんなんですけど、まあ、着いいスケルトンキングに続いて、このカードね、まあ、今日動画で触れていくんですが、基本的にナイトだと思って使ってください。てか、まあ、ほぼナイトなんですよ。ナイトに、まあ、スキルがついただけみたいなキャラで、で、そのスキルがね、パワーダッシュ。敵に向かってめっちゃダッシュしていきます。で、9連鎖までかな。いや、ダッシュの最大10って書いてるの。まあ、10連鎖までか。はい、やるみたいなので、そこのダッシュをこう、どううまく使っていくか。で、これ弱点があって、このダッシュね、すぐキング起動しちゃいます。はい。もうキングの前とかに相手のユニットいると、もう秒でキング起動されちゃうので、まあ、使うなら最悪キング起動されてもいい相手であったり、キング起動されないようなタイミングで、まあ、ダッシュを使うのが大事になってきます。まあ、というわけでね、早速使っていきたいと思います。で、なんかね、アチャクイとかさ、スケルトンキングは、結構ゴリゴリにね、スキルこう、いっぱい使っていくっていう感じだったんですけど、このね、あ、待って、迫撃をずれちゃったんですけど、ゴールドナイトに関しては、スキルあんま使わなくていいかなっていう、本当に、ただのナイト。ただのナイトで、使うのがね、ちょうどいいなって思いましたね。で、あと、迫撃砲が、アーチャークイーンに対してね、結構優秀でした。まあ、防迫置いてて、その間にね、なんか守ってくれて、まあ、アーチャークイーンが透明な間も、ターゲットを取ってくれるので、さあ、本当に、まあ、ただのナイトですね。ちょっと弱いナイトだと思ってね、序盤使っていくぐらいがね、ほんとちょうどいいと思います。なんかまあ、相手のユニットがいっぱいいたりだとか、まあなんか小物ユニットが来たりだとか、まあタイミング次第ではね、すごい使い得というかね、めちゃくちゃいいんですけど、相手にね、小物系とか、別にいなかった時に使うメリットがそんなないですね。ぶっちゃけ。うん。ほんとにもうただの、ただの黄色のおじさんって感じで、今んとこね、もう全然無能なんですけど、まあ、本当にね、なんか、だからこのデッキは、まあこう使い方は多分いろいろあると思うんですけど、このデッキのゴールドナイトの使い方としては、まあ本当普通の迫撃砲ですね。普通の迫撃砲だけど、タイミング次第で、ゴールドナイトの突進を生かしていくような。なんか今まではもうクイーンが強すぎ、スケルトンキングやばい、みたいな感じのね、試合が多かったと思うんですけど、今回に関しては、それはちょっと違って、あ、ゴールドナイトはなんか本当にね、その辺のキャラみたいな。全然ゴールド感ないかもしれないですけど、まあこういうロイホグとかにね、突進させるスキルを使って守るとかは結構ありだと思いましたね。まあデリでも意外と守れちゃったんでね、まあ、なくてもいいかなっていう。さあ、まあそんなこんなで、今回相手がね、ムートロイホグか。さあ、ムートロイホグで、なかなかね、僕の迫撃砲がちょっと通っていかないんですけど、さあタイミング見ながらね攻めていきたい。まあ防衛しっかり守れば相手の攻めが通んないと思うんで、まあ、なんならもう防波とか置いてもいいかもね。あとディガー削り、今んところまだ1回もスキルか使ってないんですけど、なんかそれぐらいでね正直いいよね。さあデリバリーで守っていって、さあナイトからの、もうナイトって呼んじゃってるもんね、カウンターね、狙っていきたい。で、マザネクね、相手出したいと思うので、であとマスケとかね、残ってる間のこの攻め迫も、ちょっと相手からしたら嫌ですから。さあ、いいファイボではないでしょうか。さあ、一回ね、そろそろスキル見たいよねっていう。さあ、こんな感じでね、ドド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 ンってやるんですけど、まあ、これだけなんですよね。なんかめっちゃ弱いわけではないんだけど、強いかって言われると、強くはないんじゃないかなっていう思いがね、人、なんかあるっすよね。うん。まあ弱い、めっちゃ弱いわけでもまあないですけどね。まあ、ちょうどいい、なんなら一番ちょうどいいぐらいの強さ。さあ、ドゥドゥドゥン、走っ、もうなんか一体やるとね、走ってくれますね。さあ、まあ絶妙なね、なんかこれぐらい。まあ、加砲されてね、他のカードもこれぐらいの通せになるんじゃないかって、ここね、ちょっと走らせます。いや、これ走るとタワーに行くと思ったんですよ。タワーに走って削れるかなと思ったんですけど、全然走ってくんなかったな。
ちょっと使い方もね、ややむずいかもしれないんですけど、思ってるより、遠くまでね、走っていくので、意外とタワーにね、無理やり届かせてダメージ入れるとかも可能ではあると思う。さあ、迫撃砲のダメージがね、通っていくよと。で、まあ、これは単純にも迫撃砲のこのデッキの完成度としてね、戦えてます。さあ、ゴールドナイトね、ちょっと走ってもらおうか。そろそろ走り足りんだろ。いやー、走るのかこれは。いやー、なんか、下手か俺。ちょっと待って。俺がこのさ、ゴールドナイト下手なだけ説は、ちょっとだけあります。マジでちょっとだけ下手です。やばいやばい、ちょっと待ってやばい。マスクナイス。急に負けそうになってる。ちょっと待って待って。やばい、これ一回さすがに勝たないといけないんだね。さあ、ゴールドナイトしっかり守って、攻めファイブで削っていってもいいかもね。攻めファイブしなきゃ多分もう、削り負けちゃうんで僕。あと、新カードね。使っていこう。新カード使ってダッシュして、ダッシュダッシュダッシュ、オッケー、うわ来た、おいさ、ナイス。新カード最後ダッシュね、そこ飛ぶんかいって感じの距離をやっぱ結構飛んでくので、いや危ない、ちょっと負けそうだったんですけど、もうダッシュのおかげで勝てたのはまあ間違いないですね。なんか今みたいなダッシュをこうもっとね、うまいこと使えると熱いよね。まあ慣れがやっぱ必要かな。であとはね、あ待って、やばい、あまあやばくないか、ファイボとか、スペルね。まあ、グラチャルとかこれ11位ね、なったので、ダメージを新しく覚えないといけないよね。ディガーの一発だとか。その辺のスペル把握もね、ちょっと大変です。さあ、今回の相手はコカッちゃんですね。まあ、バレルの受けがちょっとだけめんどくさいですけど、まあ、頑張っていきましょう、その辺も。さあ、槍でね、ええ感じに。いや、これ、ゴールドナイト、これ走ります。行くでしょ。いや、走んないのか。いや、走んないな。走んないな。なんでだ。もっと近くにいないといけないのかな。やっつけないと走んないのかな。いや、やっつけなくても走った気がするんですよ。なんか貫通して、アウトローボーイ、ガールガールみたいなね。そう、めちゃくちゃ連鎖したと思うので、走んないといけないとかはなかったと思う。倒さないといけないか。とかはなかったと思う。俺の記憶上ね。全然違うこと言ってたら申し訳ないけど、多分そうだったかも。距離感の問題ですね。さあ、もうただただ迫撃砲デッキとして戦っていきます、ゴールドナイト。まあ、登場タイミングをね、探りながらね。さあ、ちなみにゴブリンバレルの防衛ね、あー完封はねできない、見てからじゃできないんですけど、読みでやるのかな、読みでやるかなんかだったらできるみたいなのを。うい。さあ、これ。あ。うおい。読みっていうか、場に出てる状態だったらいけんのか。今いけたよね。一発殴るかどうかみたいなところでしたけど。これギャング来たら熱いね。あー、来ないか。ギャング来たらね、もう走って、すごいフィーバーだったんですけど。なんかゴールドナイトが一番頭使うかもな。アチャクリとかって結構こうシンプルというか、脳死で透明化させておけば使いやすい感じで、まあ、スケルトンキングもまあ、2コスト使うので、スキルでね。意外と使う場面がむずいっていう感じだったんですけど、これなんか1コスで1度も使えるからこその、なんかね、使うタイミングによっては、バケソ一番頭を使うカードかもしれないなっていう思いはちょっとだけある。場に出てたらいけそうですね。完封。さあ。いやー、黄色おじさん。いや、ナイス。はーい、外してますね、ロケット。あ、反応がおじいちゃんなんだよな。さあ、これはもうね、最後ファイブ圏内で、グッドゲームと。まあ、いうわけで、やっぱ使うのがね、もう個人的に一番むずいかもね。まあ、でも、安定感はあんのかな、まあ、4コストでね、スキルあと1で使えるんで、一番コスト的には使いやすいね。一番低いんでね。まあ、でも、めっちゃ強いかって言われたらそうでもないよな。いや、マジで大事だと思いますね。なんか本当に、ただのナイトっすね。うん、ただのナイトで、タイミングが合えばめっちゃ強いぐらいの感覚で使うのが多分いいっすね。基本的にね、このスキルをね、毎回使うっていうか、使えるような場面っていうのは多分少ないと思うんですよね。突進なんでね。しかも相手の人がいっぱいいないといけないっていうので、
マジでただのナイトとしてね、扱ってあげて。さあ、ただのナイト。4コスの。圧着にボコボコにされます。まあ、ワンチャンあれ突進させてもいいんだけどね。いやー、LG が一旦守ろう。さあ、で、迫撃プラスのファイボであったり、迫撃プラスのデリが、この圧着に対してね、非常に優秀です。さあ、これですね。しかも今多分相手がね、ふわーって浮いたと思うんですけど、光が。多分あれね、スキルを使ったんじゃないかなって思うんですよね。多分スキルと被って1コス得したんじゃないかなっていう思いもあるけど、どうなんだろう。さあ、ディガーで削っていきます。まあ、ゴールドナイト、本当にね、最後の最後に、奇跡的なタイミングがあれば狙うとか、まあ、序盤の間にね、ギャングとかアーチャーとか、縦の選手とか、まあ、そうやって小物が来た時に、使うって感じですね。このデリでいいもん、ね、さあ、本当にマジのただのナイト。そして、あと、エレジアイはね、防白。アチャクイはまあ、迫撃、デリ、ファイボ。まあ、それこそね、ゴールドナイトあたりで頑張ってもらいたいよね。さあ、ゴールドナイト。イエローナイトとかいいんじゃない？黄色いおじさんにマジで解明してほしい。さあ、しっかり守っていきましょう。アチャクイだね。スライティング打ったんで、まあ、ここはマスケが無双します。まあ、トルネでワンチャンぐらい。さあ、ちょっと急いで溶かしてあげて。溶かしてあげて。いや、エフェクトはかっこいいんだけどな。トルネ使ったんでね。ここ攻めてあげます。で、ユニットが近ければ突進させてあげてもいいんだけど、まあ、ユニット遠いからね。突進しなくても。でも結構な距離突進したっすからね。あれは強いよね。思ってる以上に。その距離行くのみたいなね。こともあったんでさ。相手普通のエリジェイっすね。まあ、エリジェイのマザネクとかの枠がね。最強キャラになってるけど。さあ、ここは相手諦めたのか。このタイミングで諦めたっぽいですね。さあ、最後にね、活躍してもらいましょう。走って。ピュッ。なんとも言えないな、マジ。なんだろうね、この、なんだろう、これ多分、この新カードの、このね、ゴールドナイトだけが出たんだったら、多分、まあだなってなるんですけど、圧着糸スケルトンキングをこう見てきたからこその、ちょっとこう残念感というかね、そういうのより感じちゃうよね。でも決してね、ゴールドナイトが悪いわけではないの。圧着糸スケキンが圧倒的にね、この子より優秀なだけなんだよね。さあ、普通のナイトです。普通のナイトで、たまたま相手のユニットがね、いっぱいいたときに走らせましょう。今回ってペッカかな、もしかしたら。ゴーストのペッカっぽいよね。さあ、ペッカ来た。まあ、ここはスキルも何もいらないでしょう。さあ、マスケといろんなね、小物ユニットで耐えていきます。さあ、まあ、そこそこにね、防衛してあげて。いや、いいんじゃない？今んとこ悪くない。で、なんなら、ゴールドナイトとかつけてあげて、LSP でね。いい感じに。これスキル使えば突進してダメージがさ、ちょっと入ったのかな。なんか、ワンチャンミリ残りのね、ダメージ狙いたいなって時とかにスキルを使うのも、ありな気はする。突進ダメージあるよね。あったと思うんだよね。なかったっけちょっと。全然今回のアップで、内容把握できてなくてちょっと申し訳ないんですけど。さあ、工場ババア。さあ、着衣出ましたね。いや、こいつっすね。マジで、こいつがね、世界変えるの。マジ、透明化、きます。いや、これがね、マジで。やばいって、マジでやばい。いや、でもよく耐えた。よし、デリー、ヤリゴブ、エリスピあたりね。相手あれ、1コスっすからになって。1コス使ってあの破壊力ですから。まあ、ファイボとかで耐えるのも、まあ、ありですよね。やっつけるのも。まあ、あとは、まあ、普通に迫撃砲デッキなんでね、僕はディガーで削っていきましょう。でも、こう、マルチとかでもね、やっぱ、圧着衣さすがに使うから、マザネクが減りそうですよね。立ち位置被ってるんでね。そう、マザネク減って圧着衣すごい増えそうな気はしてるんでね、小物も強くなりそうだよね、コウモリとか。まあ、それに対して優秀ではあるね、これも。
す、槍で溶かす。いやー、やべ、最強来たな。ちょっと待って、最強来てもんだな。さあ、走ってきそうだよね。まあ、デリーとか落としてあげて、なんならね、このスキルを使う前にやられてしまえ、アチャクイ。オッケー。いや、オッケー、スキル使われないのはでかい。そして、タゲ取った。これはもうね、最強ナイト。ゴールドナイト。しかもね、ザップ使ったんで、ナイト。ゴールドならもっと頑張れ。さあ、突進。突進。あ、エレキのリセットで。突進が。さあ、突進、なんか。え？本当に言ってる？なんか、え？え？ってなっちゃうの。いや、これ5巻き込まれるかな。まあまあまあ。さあ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 。いや、まあまあ、まあ、まあまあまあ。さあ、突進ね。いや、いい。いや、しかもマスケが射抜いてる。あー、射抜いてたんだけどな。まあでもこれはしっかりね、デリバリーで回収できます。いいね。で、止めながらの、まあ、ザップ打たれたらで間に合いそうですね。ゴールドナイト。いや、背中のこの金はマジでかっこいいんだけどね。かっこいいのはかっこいいんだけど、マジでかっこいいだけやんっていう。さあ、これちょっとやっつけたいね。やべえ、これやっつけられる。マジでやばい。マスケが秒でいかれる。いや、これやばい。で、これ言うのを無視した方がいいね。俺の負け筋はこの圧着位の方なんで、間違いなく。さあ、透明はさすがに間に合わない。オッケーオッケー。ガインぐらい全然いい。ガインぐらいならもう100発ぐらい受けれる。さあ、ナイス。ファイボのダメージが上がってるので、まあ、ファイボディガーでもうそろ決着はつけれそう。いや、これ圧着位つけられてさ、世界変わりそうだよね。いや、そんな気がしたよ。まあ、着位ね、これ、透明、時間がやっぱあるんでね。なんか、低めで受けて、透明化をね、なんかもう、無駄にさせるみたいなのができると結構熱いからね。さあ、しっかり蓋してあげて、ファイボで削る。で、D が拾ってきますね。低めペッカとか来たら走ってもらって。走る。いや、いいね。走るのはやっぱそこそこにいいな。ちょっと待って。やべ、怖い怖い怖い。マジで怖い。怖い怖い。透明感もマジで怖いんだよ。さあ、攻める。これワンチャン突進ゲーで勝てますよ、マジで。相手のユニットの位置次第だよね。さあ、突進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 。いやー、帰ってきちゃった。なんだよね。これ、マジで負け筋、圧着位っす。マジで気をつけて。圧着位透明化やばいからね。あれか、自然なのかな。なんかピローンって出るのはね、なんかスキル使ったタイミングなのかなと思ったんですけど。普通にやっつけても出てましたね。多分。ナイス。まあ本当に今回このゴールドナイトに関しては、だから欲を出したらダメっすね。スキルあるから使いたいけど使ってもあんま得ないです。でも今回は相手が槍ゴブリンで小物系なんでね、こういう相手にはすごい刺さるかもしれないね。うわ。まあ当たり前ですよね。で、単体ユニットで受けたらボコられるんだよな。ただ時間稼ぎながらね。やめてくれ。いや、でも迫撃でかい。いやー、いいね。いいね、いいね、いいね。迫撃もちょっといいな。優秀さ、高回転の槍コウモリの、まあ、ランバーもいたんで、いや、これ、バルーンとかあんのかな？ちょっとわかんないけど。でも今回に限っては、ゴールドナイト活躍しそうだなと思ったんですけど、ラバクロですね。まあ、まあ、ファイブエアなんで、まあ、ラバクロには普通に戦えそうだけど、どうだろう。まあ、とりあえず、ここのユニット次第。いやー。いや、これ走らせた方がいいね。走らせて、やってもらって、よしよし。いや、ナイス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 。いや、これは熱い。これはマジで熱い。さあ、そして、いや、出た。これ、クローンのバグ、クローンのバグ、クローンのバグ。クローンされた、ユニットが、そのままラバパピーが、そのままラバパピーとして生まれます。普通黒いのユニットって HP1 なんですけど、あれマジで普通のラバパピーなんで、ラバ2体が破裂したみたいなもんですね。いや、今のはえぐい。今のはマジでえぐいよな、あれ。あれ辛いね。さあ、まあ、だがしかし、まあ、対空ちょっと多めっていうこともありね。戦えそう。まあ、なんなら戦える。さあ、黄色いおじさん結構大事だぞ、これ。さあ、タゲ取りながら下がってもらって、相手なんかラバクロなんだけど、なんかすごいですね、槍ゴブコウモリみたいな、なんかラバクロなのみたいなデッキですね。
さあ黄色おじさんね、アチャクイにボコボコにされます今から。はい、ごめんね。いやでも意外とさあ、まあやっぱボコボコにされたっすね。 HP 高いなとか思ってたんですけど、そんなこともなかったね。普通にボコボコ。いやこれやばいんだよね。何がやばいってマジ。パピーバグ、パピーバグがやばくて、あとあの子がマジ強すぎる。あの子が強すぎるんだけど、いやこれ、いやこのね強み出る。さあナイス。え、またアチャクイ、アチャクイ、アチャクイ、やばい、アチャクイ。いやよく頑張って、よく頑張って、よく頑張って。黄色いおじさんめっちゃ頑張ってる。ちょっと待って、黄色いおじさんはね俺の期待以上の働きをしてくれてるんだけど、アチャクイがね、これはまたやばいんだよな。アチャクイがマジでやばい、ガチで悪さしてる。うん、さあアチャクイをねゴールドナイトでボコボコにしてもらって、ちょっと一旦、いや神 LSP すぎんこれ。いやーこれねちょっと頑張ってほしい。で、おお、キングやばい、キングやばい、マジでキングやばい。悪い、待って、悪い、やめて、悪い、やめて、おむろおむろ、ギリ耐える。マスク2体かぶってるんやだな。この間攻めてあげて。さあ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 、ゴールドナイト今んとこね、あの死んでるだけなんで、ね、うん、めっちゃ死んでるだけ。いやーこれやばい、やっちゃくやばい。いやこれファイブルとかすか。オーケー、いやマジやっちゃくやばいよね、めっちゃ強い。うん、ラバーの下にいるだけで強いっていう、そんな天才的なカードある。さあ着いきそうだな、コウモリ。まあまあここはエレスピで耐えれねえかな。いや耐えれる、ナイスナイスナイス。ちょっと痛いよね、バグも痛いよね。やっぱファイブ打たれるかな。いや強い強い、アチャクイが強い、アチャクイが強いが、ここちょっとあるぞ。ランバー咲いたイレスピからの、さあ突進、うまいこと使ってね、突進して突進して突進して、いっぱい突進して、あ、まあ突進しない、なんでやねん。さあ耐える、めっちゃいい試合してない普通に。いやマジでアチャクイやめろ、いやマジでやめろ。いやさあ突進ゲーして、いやこれはマジで熱い、いやこれよ、来た来た来たマジで大活躍してる、大活躍してる今んとこ、今んとこで。いや透明化が強い、透明化がマジでバケモン、バケモン、バケモン。さあこれちょっとね、どっちも僕、いやこれあるぞ。でもさあ黄色おじさん、フィジカル、フィジカル来たんじゃない、来たんじゃない、オッケー。いやーなんかでもこまめに使えるのはでもでかいね。ヤリーゴブリンとかね、あれ毎回処理できたのはでかい。ウッドとかこれないんですけど、ザップとかね。その代わりこのナイトのスキルで相手の小物処理できるんで、まあ、そういった意味では優秀でしたね。ナイス。はい、というわけで今日はねこの黄色おじさんことゴールドナイト使ったデッキをやったんですが、まあほぼナイトだと思ってください。でまあ最後のね敵みたいな小物とか、複数の敵が来た時とか、最後の最後のワンチャン大逆転を狙ってのスキルはねすごい優秀かなと思いました。まあ着衣とかにはねかなわないですけど、まあ、今後ね、化ける可能性はすごい秘めてると思うので、まあ、皆さんもね、なんとかね、入手してみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。